まず一曲聴いてください。Thank you.
映画さん、トンマクです。マッチョさん、パールです。そしてヤジマさん、ウードです。ここでヤジマさんからちょっとあの楽器の紹介をしようと思います。とこれはウードです。もともとペルシャからシルクロードに渡って中国に来て、中国から日本に来て琵琶になったそうですね。イランのウールです。はい、この楽器ウードと言います。今ご紹介がありましたように、あの、まあ、これが琵琶の元になったのではないかと、あの多分そうであろうという、楽器ですが、非常に古い歴史を持っていて、まあ、生まれたのはのペルシャの国なんですけれども、いつ頃かというといろいろな説があります。1000年前とか1500年前とか2000年前とかすごく言われるのですが、おそらく1200年前にはこういった形をした楽器でバルバトという楽器があのペルシャにあったのですが、それから発展したのではないかというふうに言われています。でこれが、まあ、ペルシャからあのその、近隣の中東の国々で使われるようになり、そして、ヨーロッパに渡ります。スペインの、あのアンダルシアあたりに、渡りまして、そこからあのヨーロッパでまた広く使われていろいろな発展をしまして、リュートになり、そしてその後にギターに、なったというところなんですね。であのこちらの、東洋の方に来ましては、琵琶になりました。この楽器は、6コースありまして、同じ音の弦が2本ずつ張ってあります。一番最後の、低い音だけが1本の弦で、全部で11本の弦が張ってあります。それを、このような細いバチ、リーシャと言いますけれども、ちょっと見えるでしょうか、こういう細いバチを使って、これで弦を弾いて音を出すという、そういった楽器です。でセタールとかあのギターのタールも同じ言葉ですね。あのタールから来ています。はい、タールというわけです。今日は、楽器を2種類持ってきまして、一つはタールと言いまして、タールは、ナミードさんがおっしゃるように弦という意味で、この楽器はセタールという楽器で、セというのは、ペルシャ語で、3、1、2、3のことです。つまりセタールというのは三弦で、日本の三味線も三弦という意味だそうです。で、まあどっかで多分楽器はつながっているかと思います。で、まあ一番大きな違いが、タールというのは、ここに三味線と同じように、革が張ってあるんですけど、この革は、羊の革です。子羊で、一番いい、革というのは、あの生まれる前 の、 あのお母さんの中にいる羊の革を使っているだそうです。はい、でセタールは、革はなくて、全部木でできているんですけど、で、ちなみにセタールというのは三弦という意味ですけど、よくよく見ますと4本あります。でそれは名前を作ってから1本足して名前はそのままです。はい、セタールとタールです。はい、あとですね、タール、ペルシャ音楽のもう一つの、特徴は、例えばピアノの鍵盤に、ドレミファソラシドという、7つの音があって、このようにこれは全部タールで、出すことはできるんですけど、ペルシャ音楽の特徴は、あのハーモニーというのはあんまりないのですが、
その周りに、音がたくさんあります。鍵盤に全く存在しないような音がたくさんありまして、例えばですね、この音。で最初聞くときは、まあ、慣れてない方は、まあ、狂ってるんじゃないかと演奏者がいたとか、まあ、それは、あるかもしれませんけど、そのつもりで弾いてます。ペルシャ音楽は、それが正しいということになってます、ね、はい、ありがとうございます。そしてこちらにある楽器、トンバクとダムですね。今日も僕も、楽器を2つ持ってきております。1つが今使ったトンバクという太鼓ですけども、このように、まあ、あたかも椅子のような形をしておりますが分類学的には酒杯型、酒の杯ですね、まあ、ワイングラスとかそれと同じような形というふうに言われています。とてもこの形状がその低い音と高い音が効果的に出す構造になっているとのことです。でそのトンバク、イナではザルという名前で呼ばれることが、はい、多いんですけども、トンバク、なぜトンバクかというと、その低い音と高い音がトン、これがバク、聞こえますよね。だからトンバクというオノマトペ、このオマトペから来ている名前だそうです。でこの低い音と高い音の真ん中に、これちょうど真ん中の音があるんですね。これミアンって言うんですよね。言っちゃった。トンでバックでこれミャンって聞こえますね。本当ですか？ミャンっていうのはペルシャ語で真ん中っていう意味で、はい、低い。これはノーマットペなんですけど、なぜかトン、バック、ミャンだけ言葉なんですけど、ちょっとまあそういう面白い。はい、あと。あ、はい、ちなみに、ボディは木で、くるみの木とか出てきて、皮は、ヤギ、羊、あとラクダなんかの皮が使われております。それでイラン独特の8分の6拍子、ちょっと叩いてみます。シンプルな太鼓で、このように裏側にこのチェーンですね、金属の輪っかがこのようにつながっております。1個1個2個必ず決まってるんですけども、1個1個2個っていうの、がこう大胸全体にこうつながってます。でこうところどころ歯抜けになってるのは結構重いので軽く取り回すために、こうやって外しちゃう人も多くて、僕もそうにしております。これ自体はイランの中でもクルド人たちが昔から使っている太鼓で、まあ、ある意味ダフといえばクルドって感じなんですけど、さっきのイランの8分の6拍子に似たクルド独特の速い10拍子があるので、それでちょっと音を聞いて、これ自体はプラスチックで、木枠にプラスチックなんですけども、オリジナルはやはりヤギとか、羊の皮が使われます。2345、2345、2345、2345ぐらい。以上です。ありがとうございます。これ楽器の紹介でした。ここから
いるのは戦法、音楽の中で戦法、7つの戦法があって、今日はやってるのはモードという、今日は今の やってるのはイスパハンという戦法ですね。で、ピシタロは少し音楽を聴いて歌に入ります。Thank you.
休憩ありますので、コーヒー、紅茶といろいろありますので、ぜひどうぞ楽しんでください。ありがとうございます。もし楽器とか見たいんだったら近くでぜひどうぞ。それでさっき私忘れたけど、いろんなことにいろいろ話したので、もし質問とか何かあったらこれかけてください。